こんばんは、キリュウです。ラットです。ククです。歴史はエンターテイメント。かしまし歴史チャンネルへようこそ。 今日はね、ご法上氏についてお話ししようと思います。北上総運から始まって、北上氏直のまで5代約100年続いた一族なんですが、鎌倉幕府の執権を代々務めた北上氏鎌倉殿の13人の時政パパとか、吉時なんかの一族とね、うん、区別するために、ご法上氏とか、小田原北上氏とかって呼ばれたりしてるんですが、別に名字がご法上だったりとか、小田原北上ってわけではないので、ご注意ください。 なるほど。そういうことか。区別するため、法上がやたら出てくるからよくわかんないと思います。そう,そう,そう <laughs> なので、法上 <laughs> は法上なんだけど、あの、うん、いわゆる鎌倉の湿気やってた法上とは別ですよってことで、まあ、ご法上って言ったりするんですけど、読むときはね、法上騒音とかって,って別にご法上騒音とかは言わないっていうことですね。はい。全く、全く関係ないのこれからお話しする。ああ、そうか、ね。<laughs> じゃあ、それちょっと楽しみにしとこう。<laughs> 初代っていうのは、北条宗雲っていう名前でよく知られているんですけど、また、元々の名前っていうのはね、伊勢慎郎って言って、息子の氏綱の時に名前を、名字を北条って書いたんですよ。なのでね、北条宗雲本人は、北条宗雲ってね、北条って名乗ったことはないんですけどね。ただね、一番よく知られている名前なので、一応北条宗雲で行きたいと思います。 でね、あの、この、法上宗雲ってね、伊勢宗随って呼ばれたりもするんですけど、これはもともと彼の姓が伊勢だったっていうのと、それから、あの、豪がね、宗雲案宗随っていう風なところから、まあ、宗雲って言われたり、宗随って言われたりするわけなんですね。だから、あの、法上宗雲も伊勢宗随も、どっちもね、豪をとって呼んでるわけ で正式な名前の方は実は諸説あるんですが今のところこの「森時」「伊勢森時」っていうのが正式な名前だったんじゃないかというのがまあ有力です。まあ、諸説あるんでどれかまあはっきりはしてないんですけどね今のところは「伊勢森時」っていう名前だったんじゃないかというふうに言われております。 で、この、北条総運なんですが、昔はね、スロー人からね、戦国大名になりやがったとかってよく言われてたんですけれども、最近ではね、そういう風な浪人ではなくて、室町幕府に仕えていたという風に言われています。で、ただ、室町幕府で仕えてたんだけど、こう、都で応人の案っていうのが起こってしまったので、将軍と一緒に伊勢にね、逃れてたんですよね。そんな時に、駿河の今川市で、家督争いっていうのが起こったんですよね。で、駿河の今川市の八大 の今川義忠っていうのが応仁の乱で戦死しちゃったので跡継ぎの竜王丸っていうのがまだ子供だった幼かったことから家督争いっていうのになったんですがこの竜王丸のお母さんの母親の北川殿っていうのが北条早雲のお姉さんだったんですね。 だから、あの、甥いっ子に当たるわけなんですよ。だから、北条早雲は、甥いっ子のね、問題でもあるからっていうことで、幕府の命を受けまして、今川家の家督争いの調停役となりまして、とりあえず、竜王丸幼いから分かったと。彼が成人するまでは、その一族のね、お鹿のリミツっていうのに貢献役任せるからっていうことで、まあ一旦その形でね、家督争いを解決したんですが、 ところが、その、お鹿の秘密つが、竜王丸が元服したのに、家督を渡さないって言ってね、家督ね、そのまま握ったままで、竜王丸に渡さなかったもんだから、まあ、再びね、北条早雲が介入して、今度は武力によって、おい子の竜王丸、この時は元服して、今川宇治鹿って名前になってたんですけど、この宇治鹿を助けて、今川の家督を継がせたわけなんです。このね、あの、今川宇治鹿って、あの、桶狭間の戦いで信長さんに撃たれちゃった、今川義元のお父さんでございます。 ど、どの人あの、ほら。ドラマに出てきた、えー、あのー、野村萬斎さんがやっていた。ああ、はいはいはい,はい、はい。あの人のパパです、パパです。パパあの人のお父さんが、ま、んそうそう。パパね、萬斎さんのパパが、うん、その、北条騒運の甥いっ子になるわけね。で、まあ、萬斎さんのパパは、その、いわゆる北条騒運がいろいろと助けてくれたおかげで、今川家を告げたというような人だったんですね。今川おじちか。 でも、まあ、こういうふうにおじさんである北条騒雲のおかげで今川家の家督を継ぐことができた今川氏近っていうのはもう当然感謝しますから、うん、おじさんありがとうってことで北条騒雲に書類を与えてまあ何かと頼りにするようになったんですね。で、昔はね、あの騒音に広告事情っていうのを与えたっていうふうに言われてたんですけど最近ではね石脇城だったんじゃないかとかって言われてるんですけどまあどっちにしても沼津城にある城と書類を与えたようなんですね。 で、ちょうどその頃、関東では、堀越久保っていうのと小賀久保っていうのがすっごい揉めて殺し合いしてたんですよ。どっちが政権取るかみたいな感じでね。で、その争いにうまいこと常じて、まあ、漁夫の利を得るみたいな形で、伊豆をね、平定して、法女尊、ちゃっかり伊豆を自分のものにしてしまうんですよ。で、さらに、この法女村は、小田原も奪って相模も平定すると、この後100年続くことになる、ご法城子の基礎を築くことになるんですね。 でね、北条層雲ってさっきも言ったみたいに、この下国城によってね、戦国大名となった孔子だ。一番最初の戦国大名なんだってよく言われるんですが、本人的にはね、死ぬまで自分は今川の家臣だっていうふうに思っていたようなんですよね。でね、しかもね、この北条層雲って、ケチで有名でね、針のようなね、もうしょうもないものでさえ蔵に入れて取っておいたっていうふうに言われてて。でも、 いざ合戦となったら、ものすごく貴重なね、玉でさえ砕いて使ったんだ。というふうにも伝わるので、普段は超倹約してるんだけど、使うべきところではバンバン使ったっていう、まあ実にお金の使いどころを心得た人だったようなんですね。 で、実際ね、法上層雲の政策として、ご法上司にずーっと受け継がれてきたのが、四公6民っていうものなんですけど、これってつまり、収穫の4割を、まあ、年貢として法上氏が徴収して、6割は民に残しますっていう税制のことなんですけど、4割が税金って聞くと高そうに感じるかもしれませんけど、その頃他ではね、5公5民とか、ひどいところでは6公市民とかね、5割とか6割持ってかれちゃうみたいなのが普通だったので、なのでね、あの、ご法上司の年貢っていう いうのは結構低かったんですよねあの、後にご法上司が滅んで、飯康さんがね、関東に移ってくるんですけど、その時、税金を安くして関東の人の心を掌握しようって考えて、人気取りのために、これから税は5個を5民にするって言ったら、いや、うちはずっと四公6民なんですって言ってびっくりしたっていうエピソードも残ってるぐらいなので、当時としては破格の安さだったようなんですね。 なんか、家康さんも、ええー、って思ったら、そうそうそう、大ン振る舞いと思ったら、<laughs> えーそんな安かったの北条氏って、びっくりってことだったみたいなんですね。<laughs> ではね、そんな風に自分は契約しまくっても、民の税金を安くした北条総運がなくなって、後を継いだのが、まあ北条綱、法上うちつな。 でこの2代目の氏綱から伊勢っていう名前を改めて北条って名乗るようになるんですがこれはね当時の関東ではまだまだ鎌倉時代に執権を務めていた北条っていう名前はネームバリューがあったのでそっちに伊勢からね乗り換えてそっちに改名したみたいなんですよね。うん、ただまあ明日から伊勢じゃなくて北条を名乗りますって言っても、まあ、周りは認めてくれないんで,でそこで氏綱は北条氏の血を引いている女性を探し出してきてその女性を妻にしてこれで俺も北条だもんね って言ってこう名字を変えちゃったらしいんですよね。まあ、なので正確にご宝城氏の宝城っていう呼び方はまあ、ここからスタートするわけなんですが、ただねこの宇治綱の奥さんがまあ、幼女院っていう人なんですけど、この人がね本当に宝城の血を引いていたかどうかっていうのは、元ネタがね軍旗物の宝城清水器っていうのしかないんですよ。だからねこれもどこまで本当なのかは微妙なんですよね。で、しかもさ、本家のまあ、鎌倉執権だった宝城氏って割と鎌倉 殿の13人でもおなじみだけど同じ法上師で血で血を争う権力争いを繰り返していた。割とまあそういうね、一族だったのに対して、ご法上師の方って、一族で結構仲がいいんですよ。あの、この当時他のね、多くの戦国大名も、まあ家督争いで殺し合いね、親兄弟とかで殺し合いしてた中で、このご法上師っていうのはそういうこともなく仲良しさんなんでね。だからそんなところも本当に法上の血入ってるんかと思ったりもしちゃうんですよね。 私としては、ご法上師の方が好きです。<laughs> <laughs> そうですね。うん。割と私も、うん。まあ、どっちも好きなんだけど、まあ、なんかこう、ほのぼのしてるな、とは思いますね。<laughs> で、まあ、そんなね、ご法上師の二代目の宇治綱は、父親の法上宋なとをよく守った、ね、主政の人っていうふうに言われる人物で、父親が手に入れた相模の地盤から、さらに、大木ヶ谷津上杉氏の支配地だった武蔵の江戸ね、まで進行して、支配地をこう広げているんですよね。で、しかも、ね、 氏、ね、綱って鎌倉の鶴岡八幡宮を造営するっていうことまで行っているんですえそれって鎌倉殿の13人でより…え誰が作った頼朝さん そう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 。頼朝さんが作ったよつ。ね。ねう,んうん、うん。で、頼朝さんが作った鶴岡八幡宮なんですが、実はね、うん、この頃、阿波のね、里見市っていうのが、ご法上市と戦っててね、で、ご法上市倒そうとして鎌倉を襲撃した際に燃やしちゃってたんですよ。だからもう燃えてなかったんで、それで氏綱が建て直したっていうわけなんです。で、ラットちゃんがね、言ったみたいに、鶴岡八幡宮っていうのは鎌倉幕府を開いた源頼朝が作ったものじゃないですか。うん、で、それを氏綱が再建したってことは、 つまり氏綱にしてみたら自分は源頼朝と同じだよ関東の武家の棟梁なんだよってこう周りにアピールすするたためででもあったんですよだからつまりね氏綱の,の頃っていうのはまだまだご法上師ってね成り上がり者だっていうふうに思われて関東支配っていうのはそれほど確固たるものじゃなかったのでだからまあそういう連中にご法上師の支配の正当性を認めさせるために鶴岡八幡宮の造営をやったっていうわけなんですね。 やっぱりいろいろアピールするっていうのも大切だし、そこら辺、んじつなさんはなかなか賢いですね。うん、そうなんですよね。うん、あの、ご法上師の人って頭のいい人が多いんですよね。うん、で、中でもね、宇治つの後をついた三代目。 北条氏康は、五代のね、北条氏の中でも最も頭のいい知性と呼ばれた人物なんですね。で、後のね、評価でも、文武を兼ね備え、一代のうちに数度の合戦にも負けたことがないし、その上、人徳があって、家宝を発揚したので関東八州を平定して、大いに北条の亀を高めたのだ。古今の名称というのにふさわしい人物だと絶賛されているんですね。 でね、この文部ね、剣部の人なんで、もちろんね、戦の活躍も結構あるんですけど、ここではね、宇治安の民生についてお話ししたいと思います。またしても税のお話です。まあね、税のお話は知っておいた方がいいですし、やっぱりね、そこ大切ですもんね。うん。<laughs> あの、まあ、それにね、ご法上師っていうのがね、まあ、初代の法上宗王もそうなんですけど、三代の宇治安に至るまでずっとね、こう民生。 民のための政治っていうね、そっちの方を、うん、あの非常に重視していた一族なのでね、こういう特徴があるんで、まあ、戦国時代ではあるんですけど、戦よりそっちの話をしたくなっちゃうんですよね。うんうん、で、このね、三代目の宇じやの代になると、ご法上師は所領全域で検知を行って、年貢を神高制で納めさせるんですね。神高制うん、うん、あの、神高制っていうのは、年貢をに お金で納めさせることを言うんですけどこれに対してね国高制って江戸時代なんかもそうだったけど国高制っていうのは年貢を込めで 納めさせるっていうものなんですよ。で、国高制っていうのはね、米の収穫量を予測して年貢を決めるんですけど、神高制はね、土地の面積でもう面積に応じて年貢を決めるんで、なのでね、毎年も税収入の予測がつきやすいんですよ。豊作だろうが共作だろうと、面積がこれだったら一緒って税率が一緒なので、割とこう、年貢が決まった量も、来年の年貢はいくらっていうのがわかるっていうのと、あとこう、兵を集めるときにもこの土地の面積に応じて人数を配分するので、徴兵の 計算しやすいこの土地持ってるんだったら何人ねこの土地だったら何人ねっていうので、戦のために兵を集めるときに、国高とかでよると、ええー、と、お前とこ今回は100国だから何人とかって、ええー、と、今回50に減ったから何人ってこう変動しちゃうじゃないですか。それが面積でやると、もう面積は決まってるので、毎年一定額の徴兵ができるというのがメリットではあるんですね。 まあ、ただね、この、神高生自体っていうのは別に珍しいことではないんですよ、この頃ね。ただね、宇治安の場合、田んぼにかかる年貢ね、神高生に今までの他の人とかでもやってたもの以外の畑の年貢だったりとか、あるいはそのいろんな労働を犯す不益ね、労益っていうのも全部お金に換算して税として徴収する方法を取ったっていうのがちょっと独特なんですよ。 で、なぜこういうことしたのかっていうと、宇治安はこの頃ね、まだ織田信長に前のね、時代の人なので、いち早く、なのに、いち早く鉄砲っていうね、新しい武器の重要性に気づいていたんですよ。でも、鉄砲を手に入れるためには、銭がいる、金がいる、それを手に ために大量の銭を集めなきゃいけないっていうので、甲高制という税を銭で集めるという徴収方法を選んだようなんですね。で、しかもね。甲高制っていうのは、農民たちにもし詳細があったら米の高い時に売ってさ。安い時は保存してって言ってやれば結構儲けが出るもんなんだけど、ただまあ、なかなか当時の農民ってそんなにね。詳細っていうのがないんで、普通はね。年貢の金額分決められた金額分だけ米で。 現物で払うっていう形を取ってたんですよね。でも、そうすると今度は、その米を測る役人が、こっそりマスの大きさをね、ちょっと大きめに採掘したりとかして、実際よりね、多くの米を受け取って、で、その分着服したりとか、あるいはね、実際の米の値段、今の相場はこれだっていう値段よりも、買い取り価格を安く言って、で、農民から、ちょっと多めにね、今米安いからもっともらわないととか言って、多めに受け取って、その差額をポッポナイナイしたりしてっていう、こう、不正行為が、 王行するものなんですよ、神田稼ってね。で、そこで、宇治安はそれをなくすために、年貢を測るのに使用するこの皇帝のマスの大きさっていうのを決めて、ちゃんとね、どの人も年貢の時はこのマスですって言ってね、勝手に大きくしたりできませんよっていうのを決めて、で、しかもそのね、米を測るのを、今までは役人が測ってたのに、農民が税を納める方が測れっていう風にしたんですよ。 で、おまけに、それまで役人が測ってた時はね、山盛り一杯で一マスって言ってたのを、すり切り一杯でいいよっていう、あくまでもね、少なくていいようにちゃんと決めて、すごい細かいところのルールをいろいろと決めて、中間マージン取られないように、まあいろんな機構なんかもちゃんと整備したってわけだ。 それは素晴らしいね。やっぱり平等じゃないといけないですからね。そこ、ね、そうなんですよね。うん、で、しかもね、その、宇治やは、神高製のベースになる銭の対策っていうのもしっかり取ってるんですよ。というのもね、当時の日本は、今みたいにね、一律のね、造幣局が作ったお金っていうのがあるわけじゃなくて、いろんなとこでね、勝手にお金、銭をね、鋳造してるんですよね。で、そういう銭がかなり出回ってたんですけど、そういう銭っていうのは、こう、欠けてたり、重さが足りなかったり、混ぜ物が多かったりっていう、こう、悪戦 悪い銭っていうのが多かったんですよね。でもってね、もし税を銭で納めさせた時、そんな悪戦ばっかりだと、実質の税収が下がっちゃうじゃないですか。なので、宇治安はこれを解決するために、物の売買を行う市場や、年貢の納入の際には、永楽船だけを使うことってオフレを出して、両国内から悪戦の駆逐を行ったわけなんですね。で、しかも、この銭の流通が盛んになるように、楽市も開催してるんです。うん あの、よくほら、織田信長がね、楽市楽座を行ったって高校のね、うん、歴史とか習ったと思うんですけど、実はね、楽市自体はね、今川義元もやってるし、この北条氏康もやってるんで、信長さんのオリジナルではないんですよね。 この CM とかでも織田信長さんが楽一楽座とかやってるけど、あれ、オリジナルじゃないんだ。<laughs> そうそう、あの、部分的にはね、前からやったのを信長さんが、ちょっと拡大してやったってことなんですよね。ただね、そんなね、知性で頭のいい北条氏康だったんですが、上杉謙信とか、武田信玄とかの関係ね、外交方面では結構苦戦の連続で、一度はね、武田信玄と今川義元と三国同盟結んで、それで上杉に 対抗したりとかしたんですが、今川足元が桶狭間のね。戦いで亡くなっちゃった。後に武田信玄がね。その今川の駿河を攻めたっていうので、怒って自分のね。娘が嫁いでるのにって言って怒っちゃってまあ、武田との同盟を破棄してすごい仇敵だったね。宿敵の上、杉と結んだりとか。まあちょっとかなりね。晩年の外交は相当迷走してた感じではあるんですけれども、そんなね。迷走してる最中にまあ、武田信玄とね。対立して戦ってる最中に北条氏康っていうのは病死してしまうんですよね。 で、後と継いだ四代目の北条氏政は、氏康が結んだ上杉との同盟を破棄して、再び武田家と結んだんですが、後にね、また武田家の同盟を廃棄して、徳川のね、家康さんと同盟を結んだりとかしたわけなんですよね。まあ、この辺はね、今までの動画で色々と話してきたんで割愛しますけれども、そんなご法条家四代目の北条氏政なんですが、後世の評価はかなり低いです。愚か者で、 家臣の悪い企みに惑わされて、国政を乱したが、父親の部徳が残っていたので、なんとか無事だったって、まあ散々な言われようなんですよね。まあ、何せ、ほら、この人って以前お話しした、あの、毎日食べるご飯なのに、2回も汁をかけなきゃいけないから、こんなバカは、もう法上を滅ぼすって、父親のね、うじから言われたっていう、あの、エピソードの持ち主ですからね。<laughs> ただね、 この、北条宇治政のカバって言うと、このエピソードは別に確かな資料で言ってるわけじゃなくて、なので嘘の可能性も高いんですよ。ただね、秀吉にね、小田原を責められて、まあ、情報収集の甘さから負けちゃったっていうのは事実なんでね、父親よりは、劣ってたのかな、とは思ったりもするんですけどね。 でまあ、五代目の北条氏直なんですが、この人はね、家康さんの次女の徳姫をお奥さんにもらった人なんですが、後世の評価では判断力には飛んでいたんだが、虚弱な体質のために人任せにしてしまって、家を失うことになってしまった。 となっていて、まあ、父親の宇治政よりはマシだったみたいな書かれ方をしてるんですけれどもね。うん。まあ、で、おそらくこれはね、秀吉が小田原定伐をしたときに、宇治政は公戦派だったんですよ。秀吉さんに徹底抗戦した方なんですよ。で、息子の方の宇治直はこう和睦派。やっぱ秀吉さんには服従使用しよう、侵入した方がいいっていうね、そういうふうなものだったのでは、まあ、こういう評価になったのかなとは思うんですけどね。 その時のね時代によってね評価の仕方も違いますもんね、うん、そうなんですよねまあまあね宇治政とこの宇治直については小田原生活の動画でもう少し詳しくお話しようと思っているので今日のところはこの辺で終わりたいと思いますということでね今日はご法上師の5代 ソウム、宇宙奈、宇治安宇治、宇治直についてざっくりご紹介してみましたなんとなくご奉上司のことが分かったよという方はぜひぜひチャンネル登録グッドボタンをよろしくお願いいたします X もやってますのでよろしくお願いしますメンバーシップもやってますではまた次の動画でお目にかかりましょうもう出てきてる人のことだけでもアップアップやのに さらにその人たちの人親戚やらじいちゃんやらひいじいちゃんやらとかって言ってきたらもうしかもなんか全部うじ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 ってこんなシェな名前でも。 なんか、そこで申し訳ないんですけど、ちょっともうちょっとややこしい話をすると、<laughs> まあまあね、このご法上家っていうのは、秀吉さんがね、小田原生伐して、まあ戦国大名としては滅んでしまうんですけど、法上家自体は、宇治政の弟たちによって名脈をつないで明治まで続くんですよね。ドラマでは出てこないんですけどね。で、おまけにね、面白いのは実はね、ご法上師ってね、ご法上氏が暴君で、すごいね、民を圧制して、それで民にね、こう、謀反された一旗が起こったとかっていうので滅びたわけじゃない っていうのが面白いとこなんですよね。あの、さっきも言ったみたいに、民にはすごくいい政治をたくさんしてて、で、特にね、あの、伝馬制度なんていうのは、後に家康さんがね、江戸幕府を作った時に、こりゃいいっていうの丸々パクったりしてるぐらいなんでね。だから、あの、家康さんのこう江戸の街づくりに、実はご法事を受けて結構貢献してるんですよ。だから、これいいな、これいいなって言ってこうね、パクられて、後の江戸時代にまで続いてるような、こう、民政方面ではすごくいい政策をやってた一族だったんですが、まあ、なんだろうな、戦、 に関しての方面で3代の時はちょっとね斬新な武器とかを集めようとかしたんだけどその後4代5代となってちょっと新しさ時代のね流れが急に早くなったのについていけなくなっちゃって滅んじゃったのかなって思ったりもするんですけどね結構あの一族として私は好きな一族ではあるのでご紹介させていただきました時代がね違ったらまた 本当はこのまま活躍できたかもしれないないねでもよもでもだから江戸時代のね藩の、うん、江戸中期ぐらいの藩のね藩主として生まれてたら、うん、この氏政だって宇治直だって<う>結構ね、うん、いい殿で住んだと思うんだけどね。うんうん でも何よりもね、あの、孫雲さんが自分は名乗ったことないのに、今の時代では孫雲と言われてるのを天国でどう思ってるんだろうね。おいおい、誰のことだよって思ってるかもね。そうね。<laughs> あの、今の小田原のね、駅に行くとね、北条孫雲、下牛の刑の図とかって、ね、<laughs> やってもいないその作のさ、いろんな銅像とかも立ってて、だからまあ、軍記物とかさ、今回もドラマとか小説もそうだけど、そういうので広まっちゃって、まあみんなそう信じてるけど、なんかまあ多分本人としてはな、俺、 持ってないし火牛の券もしてないんだけどなとか思ってるかもしれないですよねまあもしね死後ソウンさんに会えたら聞いてみたいところではありますよねどう思ってるんですかみたいな感じ、ね、インタビューしてみたいですね